こんにちは、映像作家の成富です。今日は、自分の好きな、画家の人をちょっと紹介しようと思います。この僕は画集持ってるんですけども、この小山田二郎さんっていう人が僕はすごい好きで、一応代表作がピエタっていう、あと鳥女っていうタイトルで何個もこう何枚も絵を描いてるっていう人なんですけど、でこの人を知ったのが、NHK の日曜美術館とかそういうタイトルだったかな、だいぶ前なんですけど、小山田二郎特集っていうのをやってて、でその絵を見た時にすごいなんか衝撃を受けて、こんな絵をはどうしてこんな絵を描くんだろうっていうのを思って、いろいろとちょっとネットで調べたり、あと、まあ、日曜美術館にもその一応どういう経歴だったかっていうのも言ってたんですけど、で一応ちょっとウィキペディアを見ながら言うと、この人の日本の画家で世相を皮肉的に封殺する、油彩画や水彩画を多く描き、特に、油彩ではペインティングナイフでキャンバスを傷つけるほど大胆な手法で描くことで知られているという画家で、でもこの人は実はそんなに死んだ後に結構評価された画家で、死ぬ前まではそんなに評価されてない画家だったんですよね。2歳の時にスタージウェバー症候群というものを発症して手術を受けるが完治することはなく、次第に下唇が腫れ上がり、顔の中に、あざが浮かぶようになった。で時とともに変形する顔にコンプレックスを抱き、うちにこもるようになったと。で1952年にともに、画家活動をしていた地下絵と結婚して高円寺に暮らして、子供も生まれて、だけど1971年に57歳の時にラーメンを食べに行くと言って府中市の自宅を出たまま突如失踪して、家族を置いて20代の愛人小堀玲子に、と一緒に山にこもって生活をし始めると。で玲子の間にも子供ができて、思想以降の活動は特定の画廊でのみ行い、世間との関わりが希薄化するにつれて世間から注目されることも少なくなって、で、1991年に、胃がんで、死去、去年77歳っていう人なんですけども、まあ、そういうような本当にコンプレックスを抱きながら、絵を描くときは必ず自分、鏡を置いて自分の顔を見ながらずっと絵を描いてたっていう人で、まあ本当にこの絵にもすごい、その多分心のありようっていうのがすごい現れていて、僕はすごいこの人が一番好きな画家ですね。まあでも本物の実物の絵を見たことがないので、いつか見てみたいと思うんですけど、死んだ後にすごい評価された画家なんで、作品があちこちに散っているので、なかなか見る機会がないというか、どこに何の作品があるのかっていう、でもいつかちょっと本物を 見てみたいっていうのはあります。でこの画集なんですけども、この画集まだ全然僕今だったらヤフオクとかメルカリで出品してあったりすると思うんですけど、当時はこの画集が全然なくって、ですごい欲しかったんですけど、小山田二郎店とかもそんなにやってるわけじゃないんで、そのまあ小山田二郎店とかやったらそこの物販で買えるんですけど、まあそれもやってなくって、途方に暮れてたところで、こうたまたま高円寺の古本屋さんに立ち寄ったらこの画集が売ってて、もう即買いしたっていう、3000円ぐらいしたんですけど、もう即買いして僕の宝物ですね。本当自分の教科書みたいな、で皆さんも興味あったら小山田二郎についてちょっとインターネットとかで調べてみてください。以上、僕の好きな画家の紹介でした。